チェンソーマンはもともとすごい好きで、ジャンプで連載始まってからすごいの始まったなって感じだったし、すごいこうシリアスでグロテスクなんだけど、それはあの主人公のレンジがめちゃめちゃにしていくことによってこう翻ってギャグだったりポップになっていくっていう、なんかそのバランスというか、なんか新たな発明だなって思う感じがあって、今まで見たことないような漫画に出会えてるなっていう興奮みたいなものがありましたね。同じ全く同じ。楽をするね。楽をするね。ずっと見てた、チェンソーマン。いや、何、俺ジャンプを追ってはないから、うん、普通にあの何やばいやばい作品あるって言って身内で話題になってからかな、うん、俺、うん、なるほど。だからリアルタイムではないんだけど、そう、なんかその話をしてたんだよね、2人で、うん、でチェンソーマンすごいよねみたいな、おもろいよねって話をしてて、オープニングテーマ作らせてもらうってなって時にそれを思い出して、あ、セブ大人なんかその話してたなっていう。そっからはもう、あ、じゃあもう大人一緒になったら万々歳じゃないっていう感じに自分の中でなってっていう、そう思ってから早い段階でなんかまた飲むみたいな機会があって、うんうん、関係なくね。そう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 。うん、でその時に、あ、そういえばみたいな感じで、あ、あ、そうだ。チェンソーマンのやつやるんだけど、メシアで。そう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 。ちょっとやってくんないみたいな話を、さ、曲のアイディアが出るとかいう前だよね。そう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 、ね、うん、ほんと投げて、あ、全然やるよみたいな、なんかほんとさらっとしたやつがあったよね、一回、うん、あった。ただ俺の中でその日が結構覚えてて、うん、それこそどんなの作ったら面白いのかなみたいな、別になんかダラダラ喋ってるだけですけど、うん、なんかちょっと洗脳っぽい方がよく、なんつうの、言葉のリフじゃないけどみたいな方が面白いんじゃねえかって、うん、そういうの最近聞かないしとか、で俺も個人的にあのなんていうかな、ジャキジャキな音をやる機会っていうのがもう年々減ってるから、うん、そういうのがいいななんていう、すげえカジュアルな日があった気は、うんうん、するね。すごい、そうね、それがあって、でそっから俺がデモを上げるのがめちゃめちゃ遅れた記憶がある。めちゃめちゃ遅れた、ね。だからその最中も飲むんだけど、で俺はつつくみたいな。あれまだなのみたいな。ちょっとごめんなさい、申し訳ない。あ、でも飲みには来てんだみたいな。なんならその申し訳ないですと謝るために行ってた。そう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 。開口一番謝ってくるみたいな飲みは何回かあって、もうここら辺まだ来てるんです、そう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 、もう少し待ってくださいみたいな、その編集者となんかあれみたいな、そうそうそう、そういうやつがあったな、すごい覚えてますね、うん、まあその MV の最初の打ち合わせの時にそもそもギャグがやりたいっていう話はしてて、ずっとで俺がこうギャグなんかこう破れかぶれなギャグみたいな遊んでる映像みたいなのがまずよくって、だとすればなんかそのチェンソーマンっていうものにも似つかわしいなっていうのがあって、でそれを踏まえた上で奥山さんがその企画書ができたんでもう一回やりましょうってなった時に、最初こう顔色がめちゃくちゃなんか暗いというか、いやこれをちょっと米津さんに見せられないかもしれないみたいな感じで来てて、で開いてみたらなんか最初の方に筋肉は全てを裏切らないみたいなこと書いてあって、あ、こう来たかっていう。でもそのもう企画書の書き方もめちゃくちゃ面白くって、もうこれでしかないなっていう
感じでした。これしかないなって感じ。感じだった。ああ、そうだよね。多分まあ最後に俺にそれが回ってきて、あこれ通ったんだみたいな。あこれ読んでチーム通したんだみたいな。いや面白かったですけど。どう思った最初？いやすげえいいなと思って、普通にめちゃめちゃ面白そうだな、うん、とは思ったものの、俺も出るっていうことを完全忘れてたから、それを知った時にはいろいろとあの監督にあのお願いはしましたけどね。だ当初より減ってます出番。キックバック、その出来上がった MV もさ、うん、今改めて見るとさ、その大輝がこうあの片手で上げるところの大輝の表情がなんかもう半笑い。いやそれはギリだよ、マジでギリだ。ギリ、なんかあの普段の大輝知らないやつが見たら全然真顔で見えるけど、俺うちらからしたら今にも笑い出しそうな顔。そうそう、ギリ、マジでギリだ。マジで大変だって噂いろいろ聞いてるんだけど。いやあのね、だからまあ事前に言われてはいたのよ、そのとてつもなく今回走りますって、すっげえ走りますっていう話は聞いてて、でもなんか知んないけどいけるだろうって思ってた。なんか言うてもな、言うてもなんかまあ中学生の頃とか部活やってたし、そこでなんか走ったりしてたし、わかるよ、なんか全然まあいけるだろうっていうふうに思ってたら、地獄とはこのことかって。100m くらいのやつを走って、うん、で「あいいの撮れました」っつって「もう一回走ります」「走って」っていうのを何かトータル30本くらいやんなきゃいけなくて、なんでこんなことしてるんだろうって思ってるうちに肉離れ一歩ギリギリ手前みたいな状態に足がなって、でツアー直前だよね、直前に、うん、でも実際映像になったらそんな走ってるとこも使われてないほぼカットされてたって聞いたよそこ。その一番やばかったダッシュ全然使われてねえ、一個も使われてない、聞いた聞いた、うん、そういうことがあったということだけはあの知っておいてほしい。撮影がやばかったのがあの2日かポシャってるんですよこの撮影、実はあの大輝にとっては2日、あれで4年にとっては3日か4日、あ4日か、うん、要は俺は2日大雨ポシャリ、要は遠いロケ地まで行って現地でバラシみたいな、おいおいおいみたいな、でヨネはあれだよね、走れなくなって、走れなくなもう足疲れすぎて走れなくなっちゃってポシャリ、そう、ここ痛めたみたいなさっき話したけど、うん、普通に安静してたらここ痛みもなくなって、あ全然普通に日常生活送れるじゃん、うん、で撮影の日行って、であの今日めちゃめちゃ走ります、だからちょっと覚悟しててください、うん、だ2日目だっけ3日目、3日目か、ね、3日目か、うん、3日目で俺も大丈夫ですやりますみたいな言って、じゃあちょっと一発目今日一日頑張っていきましょうみたいな、カットつって走り出す瞬間にもう痛くて走れなくて崩れ落ちて、でちょっと一回休憩入れていいですかつってやったんだけど、もう肉離れすれすれまで行ってますつって、その日一日全部買って、朝からの撮影で全部ダメになって、やばいよね、プラスその雨天中止が3回あったっていう、うん、そうそうそう、であれ撮り終わったの公開の1週間前とかもっと5日前とか、ほんとそんな感じ、そうそう、だからもう撮ったもんがすぐ世に出てたから、うん、もう鮮度はやばいやん、やばい、うん、大規模眉毛染めるためだけに2時間半くらいかな東京から行って、で俺その時、まあ、別の撮影であの眉毛がちょっと金髪になってて、うん、それを染めて帰ったっていうそんなことあるっつってまあそれこそあのデモができたのを送ってもらったのを俺がザーッと作って返して、でこここうしてこうみたいなのが実かね、うん、順序的に、うんうん、でもほとんど大輝が
だけ返してきてくれたやつに対してなんかほとんど言うことなくて俺も。確かにほとんどなかった、うん、だから今回マジでノンストレスな仕事だったね確かにね、うん、2人ともすごい地でいけるものだったんじゃない、うん、なんか作品自体が遊ばしてくれる何かを持つよね。そうそうそう、でもね今回あんまり実はレコーディングに入ってなくて最小限しか撮ってなくて、うん、ああ、はいはい、それこそ楽器もうちで撮っちゃったりとか、要はちょっと宅録っていうものに俺個人的にもちょっと回帰したいい感じがあって、うん、俺の記憶はもう腹が減りすぎてピザを頼んだ時の俺の食い荒らした様を見て何も変わってねえなって言われたことしかあんま覚えてないですいやマジすごかったよ本当に。なんかピザ深夜にピザ食おうっつってピザ頼んで、で大輝が結構食ってて、で一回大輝のトイレ行くかなんかで外した時にその食い終わったその皿みたいなパッてみたいなもの耳だけ全部残ってる。お海賊の食い方じゃねえよだから誇り高き犬くらいの感じ犬は犬だけどみたいな。なんか犬にしてはすごい誇り高いなタイプの汚さであるとは思ってるんですけど、あでもね、あそういう意味で言うと大輝のなんかいいなって思うところの一つに、うん、なんか上品さが最後にあるっていうのがあるよね。あどんなに汚くても すっげえ下品なこと話したりとか、うん、下品なことやってても、うん、最後にはなんか上品だなっていう残りがだけ残ってるみたいな感じがすげえある。あのピザの残骸にもそうそうちゃんと綺麗にその綺麗にその耳のとこだけ残してるからさで俺あのイントロで言ってるあのツンクさんの歌詞を俺はその曲を知らなくて実は。やばい洗脳型の突っ込んできたなみたいなあの話こうなんのみたいなで話聞いたらそういう何モームスの曲のサンプリングで、うん、いやまずそこに痺れましたね俺は、うん、しなんかこの作品のものになってるしね完全にね。あ、うん、そうならいいなとは、うん、変なやつだなって思いました、うん、普通に面白いなっていうか、うん、あの曲そうだ We Are Live、うん、で俺当時それを聴いてたのが小学生の頃で、幸せになりたいが幸せになりたいっつって歌ってたの、うん、それが小学生の当時の自分にとってすごいなんかフックだったんですよね。しや、あやってなんだろうなん、ああじゃないんだみたいなのがずっとあって、で当時の友達たちと一緒にそこだけめっちゃ歌うみたいな流れがあったんですよね。でそれをチェーンソーマン作るのオープニングテーマ作るってなった時になんか思い出して幸せになりたい、でその曲を久しぶりに聴き返してみたら努力未来やってたのを見てもうこれでしかないだろうっていうのがそっから先はこのフレーズ使わせてくださいっていう、それでつんくさんに連絡を取ってっていう感じでしたけどね、はい、まあ本当にあれを許容してくれたつんくさんの懐の広さっていうものにひたすら感謝だなっていう感じがしますね。それは、まあ、でも本当に今回展開の怒涛さとがジェットコースター感ある展開を、まあ、彼がすごい求めてたので結構ぶっ飛んでるよね構成とかさ、うん、進行とか、うんうん、ただあれが自然に歌物として聞かせられるなんていうかな米津玄師たるところな気はしますけどね、うん、どんなに後ろが複雑でも、ね、彼のメロディーと歌が乗るとポップスになるというか、うん、
いやいやいや。ってのはまあ最たるものな気がしますけど。いや今回の曲を通してすごい学んだことは、いやちょっと真面目ぶってたなとは思う。うんうん、それはもちろん真面目なんだけど、うんうん、なんていうのかな、知名度とかも上がって背負うものもすごいある分、遊びがなくなるというかさ、うんうん、まあ、それは作るものも生活もそうだと思うんだけど、っていうのを本当真面目ぶってたなって自分でも反省したし、うんうん、だからすごい少年を取り戻した曲になったとは思ってんだけど、うん、2人とも、うん、いやでも本当すごいと思いますよ。もう羊っていう意味で言うと、羊、羊、そのあ羊ね、あ音楽的な、うん、その羊っていう意味で言うと全然俺と大輝ってその違うとこ通ってきた人間だから、自分には絶対できないようなもの持ってんだって思うし、すごい共通してる部分もあるなっていうのも思う反面、やっぱ全然違う、すごいいろんなものが積み重なってんだろうなっていうふうにも思うし、だそこのバランス感とかっていうのがすごいんだろうなっていう感じがしますね。なんか大輝の作ってる曲って、まあ、これ言われるとなんか嬉しいのかどうなのか分かんないけど、うん、大輝の曲って一発で分かる感じがすごいあるしね、なんか下品であることと上品であることのバランス感覚っていうか、そういうのがすごい飛び抜けてあるなっていうのはなんとなく思いますけどね。あっすあっす。いやでも本当さっき言った、まあ、音楽的なこと言ったらもう本当なんていうのかな、どんな複雑なことも一個で黙らせられる、ね、彼のメロディーと声があるっていうのが、まあね、いろんなそれこそ俺みたいなのとか、ね、いろんな僻地にいるアーティストたちというか、いわゆるマスのメジャーシーンじゃないアーティストたちを多分普通のアーティストより起用してると思うんですけど、そういう人たちともすごいいい化学反応を埋めるっていうのはやっぱそういうことなんだろうなと思ってますよ、うん、あとはまあすごいすごい似てると思う俺たちはね、うん、それは欲してる汚さだとか欲してる美しさっていうものが多分すごい近い気がする。意外と似てる、すごい似てると思うよ、うん、だから本当にあまり言葉なく作ってっても外れることがないというか、ストレスなくできるし、それは人を見る見方とか何かから感じるものっていうのも多分すごい近い人間なんだろうなと思って、うん、そこまで俺はそういう人はいないかもしれない、うん、だからお互い多分似たタイプだから、うん、要は多分3ジャブくらい打ってこないやつってどんどん誘われなくなっていくじゃないですか。だから多分あの2人ともそういうタイプですね。徐々に見捨てられていくって周りから。別にでもなんかさ、行かないのもさ、そのそいつのこと別に嫌いだとか、そうです、違うんだよね、邪険に扱ってるとかいうわけでもなく、ああ周期っていう、周期、集中の、なんなら全然リスペクトしてるやつでも、ああなんか分かるわ、返信返すのがなんか2ヶ月後とか、ね、仕方しちゃうみたいな、そうそうそう、分かる、全然そんな嫌なわけじゃないっていうね。そこはなんかすごい同じヤバさっす。だヨネがなんかこれやべえよって言われてることをもう大体俺も当てはまってくるところはすげえあります。お互いダメでしょ。それが頑張ってこの何年も真面目に、なんていうかな、美しく優しく頑張ってきましたよ私たちは、うん、はいはい、それは分かってますよ。それとこれと話が別っつうか、うん、なるほどね、
ていうのは俺は今回一番感じたかな、うんうん、いやすごいなんか懐かしい気持ちになったな、なったね、うん。もう普通に飲んだんだよね。普通に飲んで超ラフな感じ。そう、うん、でその最初に普通に飲んだ時にいたその4人で一回アリスっていう曲作るっていうやつをやったのがほんと5年前くらいっていう。でも俺アリスを今聞くとやっぱり拙いなと思うところはすごいあるから、この5年で多分まあお互いにすごい成長遂げてるんだなとは確かに、ね、思います、うんうん、聞き返すと、まあ、あれはあれで好きですけど、うんうん、だからキングヌーの名前そう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 決まってなくて名前変えようと思うんだけど、どういう名前がいいと思うみたいな話もしてたよね。話はしてたね、うん、会った時とか。そう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 。でなんかその、うん、俺以外の3人が あれ言うのがいいんじゃないこういうのがいいんじゃないみたいなのを話してたら、で蓋開いてみれば全然違う。いや全無視全無視だって。めっちゃ覚えてるのはその大輝と初めて会ったその日か次会った日か忘れたけど、なんか曲聴かせてもらって、その大輝の、でそれがあの東京ランデブーのもうほとんど原型だよねあれ、うんうん、あれ聴かせてもらって、でもその時にすごい衝撃を受けて、なんかあこれはもうこれはこれはですねっていう。だから俺その頃は売れるとか売れないとかいうもう世界の住人じゃなく、もっとアンダーグラウンドなミュージシャンだったから、うんうん、なんかすげえいけるって言ってくれるなっていやマジでね4年くらいだったんだよね。いやいやいや、その頃いやいやあれ聞かされたら絶対それはそう。だから俺は知らなくて米津玄師っていうアーティストで行って会って、まあでも普通に感覚似た人だなと思って仲良くなってって、でもうまるっと知るようになったというか、うん、ではなるほどなって。だからすげえ特に俺もそのなんていうのかな、メジャーシーンに舵を切り出そうとしてた時期だったから。でもその当時から彼はもうねトップランナーで、むしろそれかもともと夢だったけどもう一台た時期か。あれは俺も傍から見てたらもともと夢なのか夢になったって感じなんだけど、うん、レモンとかより全然前だったから、うん、全然前、うん、ちょっとその辺の世間的な時系列はちょっと分かんないんだけど、うんうん、まあだから俺はその大輝にとってはポップスの日本のポップスの人間っていう意識であって、だそこに対して自分の曲がどういう風に響くのかみたいな感じで、あのすげえ聞かせてもらった、うん、確かにそういう時期だったかも。そう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 、うん、で確かに全部聞かせてたかも。そう断ること送ってたかも。すげえ聞かせてもらって、うん、あこれはあんまグッと刺さんないんだとかっていう。そうそうそう、最初よう付き合ってくれたね本当に。いや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 確かにすごいあったねそういう時期。メロディーセンスとかその歌心みたいなものがどう考えても一個違うものがあったから、俺すげえ覚えてるのがよっぽどのことがない限り絶対受け入れられるから、うん、みたいな話はすごいしてた。でもなんかそれを今になって言うのが後出しじゃんけんみたいでなんかかっこ悪いな。いや当時ずっと言ってくれてたよ本当に、うん、チェンソーマンっていう、今回の、曲に関してはやっぱなんか必然性みたいなものがすごいあるなって思ったんですよね。そのもともとそのお互い好きな漫画だったっていうのも含めて、それ以上にやっぱ大輝とだったらこう
良くなるなっていう確信みたいなのが非常に強くあったんで、それがたまたま5年間履いたっていうだけで、別にだそういうのをすげえ大事にするよね、うん、なんか巡り合わせと巡り合わせ、ね、うん、うん、巡り合わせすごい大事だと思う。やっぱそれキャリア見てて思う、うん。いやでもエモくなかった。俺この前のライブ、そもそも人のライブに出ることが俺初めてだったから、米津玄師ってもう会った時からもうすげえね有名なアーティストだったやつのライブに俺がゲストで出てわーってなるっていう感じが未だに俺はねあんまあのしっくりきてない。あ、本当、うん、成り立つのみたいな、いや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 、感じがこの5年で多分自然に慣れたんだなっていうのが、ね、なんかびっくりしたね、うん、自分で。いや俺はもうなんかそりゃそうやろっていう感じだったけどね。あ、出る感じのそのキングヌーがどんどんこう有名になっていくっていう過程を見てて、俺にとっては別に何のあれもないというか、その違和感も個人的にはやっぱ違和感とそこにいないのかっていう、いや別にあれもなかった。俺のライブにゲストで出てきてくれてみんながわーってなってんのも、いやそれは別にそうでしょっていう。あ、そう、うん、嬉しいけどやっぱりこの濃いね、5、6、7年くらいの月日を知ってる、うん、ね、人だから、うん、まあ普通にライブを見ててすごいいいライブを作ってる。だから俺もそのね流れをちゃんとなんていうかなブーストしなきゃいけないというか。責任みたいなものもね与えてもらってると思ってるから頑張りましたけどとても真面目だないやいやうるさいなうるさいな。いやだからこんなに2曲で体が足が疲れ手から血が出て、いややばかったね、なんてことは自分のライブだとないかもっていうくらい、うん、爆発してたよね。いや爆発してた、いいライブいいショーになったよね、うん、めちゃめちゃ良かった本当に。なんかバンドのねあの堀さんとか須藤さん、うん、スティさんと中ちゃん、うん、で俺要は下からこうビーンって登場したのも人生で初めてだったから、うん、でスティさんが上から見てて覗いてきてて、うん、おいめちゃめちゃいいバンドじゃねえかみたいなそんなことあった。その感じとかもすげえ、まあ、米津玄師っていうねアーティストのライブだけどダンサーも含めみんなでバンドしてんなっていう感じに混ざれたこともすごい幸せでしたし、うん、めっちゃいいこと言ってくれるね